から聞いたんだけど、あっちにはすごく不思議なレールがあるらしいよ。それにすごくすごく面白いビュンビュン爆速車も。それってあのスリリングで刺激的なレールに沿って一切制限なしの猛スピードで走る乗り物のことかしら。そうそう、それだ。真下に向かって走ることもあるらしい。体の重さがなくなったみたいに宙に浮かぶんだって。そうなの？走行中にクレイのリュックの紐がほどけてしまって、ガイアがその場ですぐ蓋を閉じてあげなかったらボンボン爆弾が全部空に飛んでいってしまうところだったって聞いたけど。その話だとだいぶ危なそうかも。仕方ないわね。そんなに乗りたいのなら時間を見つけて一緒に乗ってあげるわ。え？エウルア、どうして急に？君の思考なんてダダ漏れだから。でも言っておくけど、私は物を拾ったりしてあげないから、事前に持ち物は全部預けておいてちょうだい。話の続きを教えてくれるって約束してくれたでしょ。瓶の中のジンギーの物語。いいぜ。そうだな、前はどこまで話した？クレイ覚えてるよ。魔瓶の中から出てきたジンギーが瓶を開けた牧道をガブッと食べようとするところ。そうだったな。悪いジンニーが口を大きく開けた瞬間、牧道は突然ひらめいた。ボンボン爆弾をジンニーの口に投げたな。もしもその時牧道の近くにボンボン爆弾があればきっとそうしただろうな。だが牧道は爆弾を見たこともなかったから、ジンニーにこう言うしかなかったんだ。待ってくれ、お前の体はこんなにでかいのに本当にその瓶の中から出てきたのか？この目で見ない限りそんなデタラメ信じないぞってさ。ジンニーはカンカンになってこう言った。ぐぬぬ、僕同盟、何時ごときに舐められてたまるか。そしてジンニーは瓶の中へと潜り込んだ。それを見た僕同はたちまち線で瓶の口を封じてしまったんだ。やったー、これで悪いジンニーも二度と出てこれないね。でもずっと瓶みたいな小さなところに閉じ込められちゃうんだよね。悪いジンニーはちゃんと眠れるのかな。悪いことをして捕まったから閉じ込められちまったんだぜ。だから悪いことをしても閉じ込められたくなかったら、一番肝心なのは捕まらないことなんだ。ビュンビュン爆速車の最後の方で、私何を口走ってしまったのでしょう。空の魚と水の中の星でしたっけ。
自信満々にアリスさんと約束したばかりなのに、心境がこんな大騒ぎになっちゃうなんて。でも軍師さんの言ってた通り、心境を元通りに戻すことさえできれば